Right, the Lightning and the Storm quest. Parada! あんたに礼を言うことになるとはね。よく船を沈めた。それが礼か。得意になるな。ようやく船を沖に出せる。どうしても対馬に帰りたいってんなら止めはしない。あと数日で息の民は毒の餌食となるか猛虎に下る。もし息が落ちれば次は対馬だ。よくわかった槍川の陣。それじゃ共に大鷹狩りに励むとしよう。四国前、精鋭を引き連れて大鷹は境砦を立った。企みがあるようだ。行き先は不明だ。跡形を残さない。だが砦から消えたのだな。精鋭を連れたのならば守りが手薄の今のうちに奪い返せる。万兵が少なくてもたやすくは抜けない。あそこには捕虜がいるからね。ひどい拷問を受けて大鷹に下るまで嫌おうなしに毒を飲まされてるんだ。ああ、しかとこの目で見た。捕虜の中に私らの仲間もいる。あいつらを救えば砦を奪えるはずだ。それでようやく戦に臨むだけの兵が揃う。隠れ家の守りを固めておこう。砦を抜けば穏便にはすまんぞ。受けて立つだけさ。Sit, sit, 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 sit
不可の仲間か。猛虎に捕まるまではそうだった。お前はもしや侍か。案ずるな。仲間を救い砦を奪うよう不可から頼まれた。大鷹は去ったが、クンビシという男を残した。あいつは捕虜を拷問してる。打ちのめして大鷹の毒を飲ませるつもりだ。ここで始末するほかないな。お主は不可のところへ手を貸す。戦いたい。ルグを探しておけ。お前は死ぬのが衆生のためだ。父すら守れぬ男が父の砦を守れるわけがない。砦から猛虎を打ち払う。俺をこじ開けろ。俺を救え。助けてくれ。
樹脂となりうる者にのみ送られる。俺を樹脂にする、それが望みか。お前は生まれ変わりつつある。花向けを受け入れ樹脂となり、蒼天を舞う術を身につけるがよい。さなくは俺がこの手で潰してやる。花向けだと？呪いなど受け入れん。Thank you.
くも花向けを無駄にしよって。恐ろしさを増し、いずれは死へと至らしめる。なぜ花向けを受け入れんのだ。Throw the body down. Oh no. Well.クンビシュは多くの友を殺した。あいつが報いを受けてよかったよ。たとえあんたが侍だとしてもな。助力があったからだ。大鷹は全て見通していた。それゆえ守りが薄かった。ミスミスつられことづてを受け取ってしまったか。だがクンビシュは死んで砦は取り返した。ありがとよ。おかげで戦える。無傷の者は不可のところへ。残りはここにとどまれ。修繕すれば猛虎兵とで近寄れまい。そうしよう。だがその前にこいつを受け取ってくれ。侍の方がうまく使えそうだ。ああ、礼を言う。気をつけろ。不可の隠れ家で会おう。